序盤は完璧だったが、4回突如別人のように打たれに被弾後失点の大谷。5回からは順調な投球に戻る。藤浪の呪いを甘く見ない方がいい。大丈夫か？藤浪の呪いや。レンフローに切れてた説。うんこ我慢してた説。記録意識しすぎてた説。先頭死球にイライラしてた説どれや？確実にルイーズが仕事した。藤浪と入れ替わってた説。前の打席で手が痺れてた。うんこ確定やな。アルカンタラさんも5失点9失点してるしみんな仲間やで。アルカンタラのそんな姿想像できんわ。また言ってるんか。どうせコーチの言うこと聞かなくて、行く言ったんだろわがままたに。急にお腹痛くなったとか。無失点記録意識しすぎたやろこれ。4回は実は藤浪だった説。4回は夢だった説。やっぱりメンタルなんかな。さっきの回はバントじゃなきゃデッドボールにならなかったし、盗塁されたし、記録かかってたし、いろいろメンタルぐちゃぐちゃになっちゃったんやと思うわ。ほんと4回おかしいんだよ。あの死球からの盗塁で全てがおかしくなった。やっぱり大谷って2人いるんやろ。マジで何だったんだよ。急に藤浪が憑依したとしか思えん。怖すぎる。大量の援護の驚いちゃったのかな。4回だけなんとか藤浪に自責つけられないかな。現実的に0点台の防御率とか維持不可能なんやから、また無双してたまに炎上すればええ。実際毎試合12失点のやつとほとんど0本やけどたまに炎上するやつ、どっちがええんやろか。強力打線を要するチームなら高射品だ。そりゃ電車やろ。マジ4回なんだったんだよ。うんこ説濃厚。